ではエンジンルーム見ていきます。エンジンルームまんまるですね、そして非常に綺麗です。こんな感じで、このねヘッドカバーのハゲなんかも全然出てないですね。なかなか大事に乗られてた、感じの車じゃないかなと思います。ではちょっとエンジンかけてみたいと思います。はい、エンジンかけてみました。特に異音とかはしないですね。係りの方もスムーズで、まだ距離的にも10万キロ超えてるわけではないので、まだちゃんとねメンテナンスしていきながら、乗れる1台じゃないかなと思います。以上エンジンルームでした。